それ属して、はい、20代プログラマーでいいですか。大丈夫です20代かっこプログラマーでお願いします。あ、プログラマーかっこ20代、はい、どうぞ。どんな、どんな質問ですか。そうですね、こちらのパーキングスペースの方を利用している感想とは、でも感想をお聞きしたいなと思ったんですけど。感想か、そうですね、まあ、あの仕事をするにはだって、まあ、自宅じゃなかなか集中できないので、まあ、こういったあのオープンなスペースがあると結構助かるなっていうふうにまず最初思ってきました。で、まあ、あのネット業界、あの仲間の、まあ、横のつながりが結構大事なので、そういう場としても利用できたなら、まあ、とても助かりますっていうすごい教科書いい感じのコメントですね大丈夫です、そういうのは使いやすいですよきっと、わかんないですけど少なくても3か4か。そうですね、日村さんはよく来て。日村さんはこの月額の会員さんで、月額会員で月に9200円税込みでやってますので、よく利用されてる方ですね。はい。本当ここを仕事場としてやってるって感じです。またいいコメントですね。持ってますね。本当ですか。それで持ってますね。すみません。そうですね、ありがとうございます。ごめんなさい、止めてしまって、申し訳ない。はい。ありがとうございます。お疲れ様です。遠藤さん、すいません。ビル経営新聞の中根さんなんですが、一時利用者の方の意見を聞きたいそうなんですけど、はい、よろしくお願いいただければ嬉しいな。一時利用者、今あのよく利用されている方に対して、今日多分2回目だったんじゃないですか。はい。で、それについて、まあ、なんか印象とか、あとコワーキングスペース、他にも結構行かれてます。まあ、渋谷でよく。あ、そうそうそう。よく利用されてる。Ruby の開発とかメインにされてるっていう紹介でした。プログラム、まあそういう意味だと重なっちゃいますけど、プログラム。利用しようというきっかけとかがちょっとお聞きしたいと思います。きっかけですか、はい、きっかけは、やっぱりあの、さっきの大宮とかそこら辺で、まあ、こういうカフェとかでいつもやったんですけど、やっぱりそこだと集中もできないですし、あまり長居するのもちょっと嫌なので、はい、なんか渋谷みたいにスペースないかなと探したら、ちょっと出てきて、はい、それで来ました。あれ、ネット検索だったんですか。あ、おぉ。大宮コワーキングスペース。あ、どれどれ、あった、あんのって言ってます。いつもドッテリアとかでやってた。あー、すぐそこですね。もうちょっとあるしね。あと10メートルぐらいでしたね。他とは何か違った点とかってあるんですか。他の、まあ、ありまして、まあ、ほとんど一緒ですね。あまり対して変わらないと思います。本当に実はこちらの人は埼玉のロビングでも邪魔がテレビとかの邪魔が入っちゃうんで、どうしても見ちゃうんで、それやっぱり集中して出てきた方がいいですし、まあ、あとは渋谷でも働いてるんですけど、渋谷まで1時間行くのが時間がもったいないんで、その分作業できる時間がこっちに来れば増えるんですよ。なのでこっちで決まりました。20代20代です。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 1日4000円だから、かなり2時間前に入ってくるお客さんというのはかなり増えています。
白さんのご想定以上になります。で僕特に僕が見てて僕の想像以上の使われ方、例えばそのこういう役員のことをやったりとか、例えばさっきのクッキーをやったりとか、もちろんそういう方向は考えていたんですけど、あのパソコンここまで早くそういったもので利用してもらえることになるとはっていうのはいい方だと思うんですけど、もともとこの辺にそういう需要はあるにはあったんですけど、会議室需要でもなかなかそういうものが実現しないっていうのは長らくこられるのかなっていうのがありまして、先生どれくらいですか。ありふれます。はい、そうです、ね。ドメインは複数で大丈夫だと思います。はい。そうですね。データベースが100個ぐらい作れるので。そうですね。はい。はい。大丈夫です。はい。日常の使い勝手みたいなところで、あこうした方がいいんじゃないっていう意見を皆さんから言ってくれるんですけど、そういうところはそのビル側というか、あの建物側としても聞けるところはやっぱり聞いて直していきたいな、まあ、絶対的に胸のところもあるので、その辺は判断をしながら。例えば、もうやってみてもらったんですけど、あの蛍光灯の光とか、そういうのが画面に映り込んじゃってやりづらいとか、これはもう本当に使ったことある人じゃないと分かんないけど、ね、そういう細かいところ確かに気になるともう気になっちゃうんですよね。そうですね。それを見に行っちゃってどうしようみたいな感じになってしまって、そういうところはなんとか直していきたいと思います。それは収益が難しいと思いますか。ここまではどういうことですか。個人的な意見としてはこれは僕の意見です、はい。あとのケビンちゃん次でもダメなんだとか、うん、自分だけ何か企画をしてみたいとか、うん、そういったことを、まあ、幸い僕も欲しいなと思う。そういったことではまあ事欠かないと、ね、いろんなことやってるんで大丈夫かと思う。毎週イベントもやってますし、こ、うん、れはホームページのことだと思ってますけど、大体週、まあ自分たちが企画するの以外でも、はい。で、まあ、うまくいってる例というか、あそこの話があるんですけど、館内。桜ワークス館内。桜ワークス館内っていう、まさしく館内のワークスペースがあるんですが、うん、まあ、そこはもう今ワークというんですね、うん。で、そこの方が、その結構アートのイベントとかよくやってる場所からっていうのもあるんでしょうけど、でそんな話になったらその月に1回とかその定期的に意図的にそういう、まあ、よく言うかカオスというか全然違うもの、例えばワーキングスペースとか IT をやったりとか全然そういったものをやったりとか、そういったものを作ると意外に長続きするというか、そういう話がありました。ここでいうところの例えばクッキーとかこの前のああいうものがそれに当たるのかな。確かに新鮮ではあるんですよ、突然ああいうものがあると。やっぱ人の交流をつないで、ここがハブになるような場所になれば、まあ、なんか面白くやってるということにはなるかなと。事実、まあ、ものすごい今、ここは地方でもないと思ってます。先月、そうですね、先月も結局700人ぐらい、初月ですが、来ていただきまして、まあ、延べ数です、ね、
先日の、30人を下回る人が、昨日も雪が降りましたが、交通機関のマップも30人が下回りましたので、そういう意味では、そういう人の交流が続けられれば、まあ、平井さんもおっしゃったように、こちらから積極的なイベントなどを開いて、まあ、ただの量が、待っている、まあ、間垣さんは待ってないかもしれないですけど、まあ、待っているようなその空間に比べて、まあ、積極的にいろいろと声を出せる空間としての特徴として何かイベントを仕掛けていけたらいいかなというふうには思います。はい、僕に関してはやはり IT 系が多いですね、はい、やはりずっとその特定の、まあ、IT 系の、まあ、ツール、まあ、ワークプレスというツールがあるんですが、まあ、そのツールの、まあ、日本ではあると思います。多くのサイトを作ってきたものですから、その制作の勉強会、ウェブの制作の勉強会とか、昨日はサーバー周りの勉強会、私がやるとなるとどうしても IT 関係の iPhone アプリや Android アプリの制作の勉強会、あとは、まあ、ペースの使い方の勉強会とか、そういうですね、IT 関係のものが増えてしまいますね。はい。ですね、場合によります。例えば、多いのは20人前後ですね。ただ、例えば、先月の下旬、23日、これウェブサイトに載ってると思うんですけど、には、ここでワードベンチ埼玉というワードプレスそういう、まあ、制作のツールの勉強会がありまして、その時は、70人来ました。ですので、このソファーを後ろに出して、あの机のカーテンの下は、多くの椅子、支度できる、これと同じ椅子が、全部で、80ぐらい入っているので、それを、全部出して、机並べて、こういう感じです。こういう勉強会をあそこにスクリーンを講師の人が話して、まあ、こういうふうにして、70人、80人、つまりイベントをやりましたので、まあ、今日は20人前後ですけど、まあ、80人ぐらいまでしたら、ここ、期間がありまして、まあ、半貸し切り状態ですね。それでもここの、例えばこのスクールの部分と、あと上の部分とは、打ち合わせルームが余るので、まあ、通常利用の方の制約はされてしまうかもしれませんが、一応その、まあ、完全貸し切りではない形で提供ができるというのも広さの歴史による特徴かなと思います。2人に今後どういうふうに言ったかというのをコメントいただきたいと思います。はいはいはい、今後ですね、はい、ここのスペースとしてやはりですね、継続的とクレアとかぶっちゃうかもしれない、継続的にその使ってもらえる空間には人を出していきたいですね。でやはりですね、何でしょう、やりたいことが、これ本当に個人的になんですが、古谷さんと統一図ったやつ2つありまして、1つはここでやっていきたいのは就労支援事業ですね、つまりですね、何でしょう、今こう働きたいけど働けない人が多い、そういう中でハローワークのような国が用意している施設はある、あるはありますが、それとは別に民間としてですね、例えばここにはいろんな人がいます。フリーランスで、今日今お二人取材を受けましたけど、フリーランスでプログラマーとして実際に生活できている人で、ここに来ればですね、そのスキルは必要ながら今ないかもしれないですけど、その人たちと知り合うことで知識を身につけることができる。実際その、案件ベースでここでやり取りがすでに仕事として発生してますので、そこで知識を身につけて、かつ仕事も回るかもしれない。なのでこの場所でそういう就労支援、つまり知識も身につけつつ、かつそれで仕事になるというような空間で作りたいというのがまず一つですね。もう一つ、まあ、やりたいことがありまして、それはこのスペースじゃなくてもいいと思うんですけど、やはり子育て支援事業というんですか、個人的な個人的な思いなんですけど、まあ私まだ結婚してて子供いないんですけど、やはりですね、いろいろと東京で IT の仕事をしてたのとすごく思ったのは、
子育てをしながら働いているフリーランスのデザイナーの人が本当に多い。でその人たちは自宅でやっぱやってるんですね、最近。でその人たちはですね、やはりその保育園に子供を入れたくても、会社員とはまた違いますから、働くとお金を得てるんですけど、どうしても自宅なので、保育園に入りづらい、待機児童になりやすいという現状があると思います。で、埼玉市はですね、日本でも稀に見る、小学校も増えていたり、人口が、子どもの人口が増えている、まあ珍しい町ですので、まあ、その分ですね、働いている女性も多いと思います。こういう時代ですし、そういう人たちがですね、例えばここに来て、本当、託児所じゃないんで、まあ、なかなかその子どもを誰か特定の人が見てるというのは難しいかもしれませんが、でも、例えば子どもを連れで、ここをぜひ使っていただきたくて、で、まあ、それを嫌がる方もいるので、そこはうまくやっていかないといけないと思うんですけど、なんでしょうか。ここで一時的に見てて、で、例えば子ども連れで今まで打ち合わせに行けなかったけど、ちょっと一時的に子どもをここで誰かに見せてもらって、そこの打ち合わせ室を使ってもらうとか、そういうような、その働く女性の方にも使ってもらえるような形にして、まあ、そういう方が、まあ、今までだったら、例えば、公園に行ってコミュニケーションをしていたような人たちが、ここでですね、まあ、働いてる人限定になってしまうかもしれないですけど、まあ、もっとより生産的なですね、活動の場所として使ってほしいなというふうに思います。ただ、なかなか色型会議をするというか、何もその、まあ、いろんな言い方があるかもしれませんが、生産的でないような会話は、まあ、やはりこちらには向かないので、明確な目的を持って発する。子どもを働きたいんだけど、子どもがいるからなかなか難しいというような方が、ぜひこちらに来て、まあ、孤独にならずに仕事をする場所として提供していきたい。若干かぶるのはあるんですけど、一つは、普通の働く概念というのは、朝起きて会社に行って、夕方まで仕事して帰ってくるというのが、まず日本の一般的な働くっていうことの定義だと思うんですけど、ではなくて、もちろんですね、あそこに行くわって、その場所問わず、そういった仕事ができるっていうのを、あるんですかね、今、埼玉市とかで言ってますけど、まあ、ウクライナとか、そういったところとこうなんか合わせて、その多様な働き方の提案だとしたい。それが例えばその自宅で、若いお母さんがパソコンでそうやって仕事をするというのも一つかもしれないですし、そういった意味で、いや今そういう就職とかいろんな就職なんであったりとか仕事がないっていうのも分かるかもしれないですけれども、そのフルタイムで云々ではなくて、こういった仕事の仕方がここに来て、そういった仕事をシェアするではないですけれども、そういったことが提案できたらいいな、周りに対して。結果それがもしかしたら、結局僕は、まあ、もちろんそうですけど、埼玉市の人間なんで、ね、身体質の貢献ができるのか、ここを起点にそういった新たな仕事ができたり、新たな考え方ができたり、それがまず一つですね。だから雇用を生むって感じになりますかね。雇用創出っていうのは、あまりに話が大きいですけど。で、もう一つは、少し前からの目標ではあるんですけど、交流というのはやっぱ鉄道、まあ、交通の要所ですので、その他地域との交流というのをもう少しやっていきたい。これからどんどん地方の時代になると思います。そういった意味で、大宮というのは新幹線を使って仙台まで1人90分で行けるという、まあ、距離はあるんですけど、もう1駅お隣さんっていうイメージで、そういったところともなんかこう一緒にやっていて、南側東京ですけど、東京ではなくて、そのまあ、なんていうんだろう、そういった国の中で何かこう面白いことを仕掛けていきたいな。都市間交流もできそうで、ここはその拠点になり得るのかなと思うので、早いな、習慣すごいですね。
ちょっと毎週月曜日に発行しておりまして、こちらのスケジュール大変申し訳ないんですけれども、ちょっと金曜日で午前中頃なんで、こちらの方針もちろんです。はい、どちらでいいか、メールの方と栗原さん両方に、はい、お部屋に、分かりました。今回のコメント的みたいな形でお二人にご協力させていただいて、はい、あとは本部にちょっとまとめてご協力させていただくような形になっております。確かにコメント的に、それから補助金の方にいらっしゃいますから、その時にちょっと聞かせようと思うんですけど、基本的に多分2人に今日の話を聞いていただいて、はい、写真とかいいですか？写真の方も撮ってもらって、あ、もちろんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。以前クリファンさんと一緒に、はい、はい、はい、すごい、紳士録すごいですね。男性の方が多いってことですかね、紳士録って。はい、はい、あ、わかりました。ちょっと紹介させていただきます。あ、もちろんです。こちらの本でもちょっと。これいただけ、この新聞でいただけますか？あ、もちろん、はい。フォーマットがあれば、それに合わせますか？あ、本当です。あ、であればそちらの方にメールの方を送ります。あ、じゃあそれいただいてからの方です。あ、わかりました。じゃあもしよろしければ、こちらの方を。何が変わるんですか？大宮電子。すごいですね。これ、あ、大宮結構多いですね。この本はそもそもそうです。たまたまが。こちらの方も、その方も私が取材させていただいたと。あ、そうなんですね。会社名。あ、はい、あ、わかりました。なんかすごいですね。僕は趣味。趣味。趣味困りますね。信者。ないな。あ、ない人。面白いこと言ったりします。あ、ぜひ、ありがとうございます。私も読ませていただきます。ありがとうございます。はい、なんやっぱビルオーナーさんはみんな読むみたいな本なんです。僕ちょっと業界が、IT 業界で読む。一応、特殊部としてビルオーナーさんが中心ではあるんで、はい、管理会社の管理会社で管理会社週間でこれ1個いくらぐらい、あ、年間年間の方でこれ1万で何社ぐらいこれ全国です。一応6万ぐらい。6万6万か、すごいですね。実際と6万だとちょっとあれなんですけど、一応6万ぐらい。すごいですね。へえ、全国の、でもまあ全国のビルの数が長いなら当然ですよね。そうですね。東京サイトの中で一番多くて、あとは少し地方の中小っていう方が多いです。あ、ぜひぜひ見てください。はい、はい、ありがとうございます。顔写真の方から、あ、いいですよ。以前撮らせていただいてるんですけど、クレアさんもいつも写真撮るときいい笑顔しますよ。いや、星野さんでもどうしよう。いや、俺ね、そういうのができない。星野さん、いつもあれじゃないですか、得意のあの顔があるじゃないですか。あの、どんな顔ですか。写真撮るんですけど、星野さん、本当ですか。そうですか、星野スマイル。あ、星野スマイル的な。じゃあ、その星野スマイル。じゃあ、これでいいですか。はい、そこで大丈夫です。すみません、ちょっと一枚失礼します。はい、すみません。はい、いいですか。はい、もちろんです。はい、はい、ぜひ撮ってください。はい。ちょっとレイヤーとか違うんですけど、これも違います。